皆さん、こんにちは。高橋貴子です。今日はですね、生存確認っていうか、ちょっとここのとこあまりにも忙しくてタイムラインをアップすることができなかったので、ちょっと動画撮ろうかなと思って、今私が何をやってて取り組んでるかみたいなことをちょっとね、お伝えしようかなと思ってこの動画撮ってるんですけど、それはこれです。じゃん。サックスの首じゃんっていう話なんですけど、部品がね、私も最初部品知らなかったんで、お伝えすると、ここの部分でネックって言うんですよ。だから首なんですけどね、この下に本体がくっつくんですけど、ここの部分だけ言うと首なんですよ。で、ここがマウスピースで、これ止めてるのがリガチャーっていう、止める金具みたいなもので、でこれリードって言って、ここがね、音を鳴らすところに、足が通常なんですけど、私は外でもいろんな環境でよく吹くことが多いので、安定してるのがいいなと思って、樹脂製のリードを使っているんですけど、これが部材なんですよ。で、サックスの講義を始めるんじゃないんですよ。最近の私のこう取り組みを皆さんにね、お伝えしようと思って。で、これって、首なんですよ。で、これで吹くっていう練習をするの、今やってるんですね。こう、口をちゃんと作って。ここで出すとマンションだからちょっと微妙なんだけど、一瞬だけ。こんな感じでですね、やってるんですよ。で、通称私の中では首練と言ってます。川で練習する首練。カラオケで練習する首練です。で、これをやるようになったきっかけがあって、それを通じて感じたこととビジネスとの連動と連携があったので、それをちょっと伝えようかなと思って、近況なんですけどね。私、サックス始めて1年半になるんですけど、すごい爆速で、多分他の人からにもよく言われるんだけど、1年半でよくここまで仕上がったよねっていうのはよく言われています。で、私ももちろん頑張っているんですよ。何しろこうみんなにパフォーマンスでライブで見せていくっていう使命があったんで、特に今回なんか13曲吹き切る、2時間ほとんどぶっ通しみたいな吹き方、3時間吹いてる時もありましたけど、そういう練習をして迎えてっていうとこまで一応やったんですよ。で、その動画っていうか、その状態を見ていて、顎にですね、力が入っている吹き方をしているっていうのを、私、サックスの先生お二人いるんですけど、そのうちの一人の一平さんに指摘というか、アドバイスいただいて、で、その口の形を再度確認と、息の入れ方の再度確認とかね、やって、それが一番よく分かるのが、この首だけ、本体が入らない首だけでやると分かるって言って、もうそれをひたすら今やってるんですよ。毎日15分。とにかく力を入れないで吹くっていうやつですね。で、これをやり始めて分かったのが、実は私はすごく顎に力を入れて吹いていたんだ、そして顎で音程をとっていたんだということが、この練習をやったことによって分かったんですよ。正しいアンブシュアっていう口の形なんですけどね。要は自分が今まで吹いてなかった形だったんで、すごい違和感が最初あって、だいぶ言われてから、どれぐらいだ ?2 週間 ?3 週間目に入るのか、やってるんですけど。で、そういうふうに正しい形になってくると、前の形で吹きそうになる、要は曲が入ったり本体がつくと前の形になりそうになるんで、まだ全然定着していないんですけど、やっぱね、顎が痛くなるんですよ。で、今までも本当は痛かったはずだったのに、多分力とパワーと必死さで全然気づかない状態だったんだけど、本当は楽に、例えば2時間でも綺麗に楽に吹ける吹き方なんですけど、それを教えてもらって練習し始めて、口にも顎にも力入れないようになったら、その私が昔吹いてた吹き方になっちゃうんですね。やっぱり思わず曲吹いちゃうと。で、それになっちゃうとやっぱ痛くなるんですよ。だから正しいフォームと正しいやり方っていうのを、今更ながらに
やり直さなきゃいけない時期が来ちゃったんですよ。1年半走り続けて、で今やってるんです。で最初からもちろんそういう出会いがあったりとか、そういう状態とかでねやってればよかったのかもしれないんですけど、私はサックスでみんなに曲を聴かせたかったし、音を吹くのが楽しかったんで、まあ多分根幹の根幹の基礎だっていうのは今はわかるんですけど、まあそれをすっ飛ばしてやってたわけですよ。楽しかったからね、まあ、楽しいのが第一じゃないですか。私は楽しいことをやりたい人なんで。だけれども今の段階に来てそれをやり直してるんですよ。毎日15分。でこの時に言われたのがね、その先生に言われたのが、もうとにかく疑いもなく僕が言うことを信じて、まあ、それで やれますかみたいな、やってください的な感じだったんだけど、もうこれで必ず上手くなるって信じて、もう毎日ひたすらやるっていうことを信じられますかとか言って言われたから、もうそこまで言われたらね信じるしかないじゃないですか。だからもう愚直に信じてやってるんですけど、で変わってきてるんですね実際に。でもやっぱ1年半ついた癖っていうのはなかなかひゅって戻っちゃうから、定着するのに時間がかかるんですよ。でそれを今 やっているこの最中に思ったことがあるのが、まあ、これはビジネスでも何でもそうなんですけれども、やっぱり基礎のベースの部分ですね、そこをちゃんと作ってから、まあ、出会いがある必要があるんでしょうけど、ちゃんと作ってから上乗せっていうことの、そのベース作りと、あと継続ですね。でその先生に言われたことを、まあ、愚直にやるっていうことを、まあ、言われたんで、もちろん言われた通りのアドバイスで私はやってる。だから自分が何がどうだとか考えないで、今までがどうとかそういうの全部捨てて、そういうふうにやるって言われて、口の形を今直してる最中なんですよね。だからそういう部分で、まあ、ビジネスもねそうなんですけど、どっかでやっぱね全体見直しとかやんなきゃいけない人とかっていうのはやっぱりいるんですよ。でなんで全体見直ししなくなっちゃいけなくなっちゃったかっていうと、コロナのことがあったからなんですよ。今まで自分の方でなんとなくできてたことっていうのが、実はもうギリギリの、もうなんかこう基礎がちゃんと立ってない家に無理やりこう壁とか屋根を乗せて、こうこんなになってる家でやってきたのが崩壊しちゃっただけみたいなタイプの人もいるので、まあ、その人はその前がどうのこうのとかっていうのはさておいて、やっぱりね基礎をちゃんと作らなきゃいけないんですよ今の時期に。だからそこから目をそらしちゃいけないんだろうなっていうふうに思ったんです。私が実際に基礎からもう一度やってるからです。うん、音が出て曲が吹けちゃっているので、まあその状態で多少は直してきましたけど、本格的に直してなかったんですよね今までね、自分の癖を。でいよいよ先に伸びる時に障害になるっていうふうに思われたことと、あとは顎ですね、やっぱりそこが壊れると本当にサックスが吹けなくなっちゃうとかいう話を聞いてですね、ゾッとしましたね。それまずいだろうとか思って、もうそれは強制的に直すしかないなって思ったので、今すごく地味に青部屋というね、茎の研究をやっております。くびれ、通称クビレンですよ。どんなんって感じなんですけどね。なんで、まあ、何が言いたいかっていうと、基礎力がない、ないしは根底の基幹が作れてないっていう人は、この機会にですね作ろうって言って作り直すっていうのは多分必要なことなんだろうなって思ったんです。で私もやり直してるんですよ。だからあなたの場合にはビジネスだったとしても、一緒にやり直し頑張りましょうっていう。私はでもね3週間でだいぶねコツがつかめてきましたよ。
あ、分かんなくてもいいからとにかく吹いてくださいって言われて、やってます。でもその時々に感じてるものが毎日毎日ちょっとずつ音が変化してるのは感じてます。なぜ感じられるかっていうと、毎日やってるからです。ここポイントなんですよ。継続っていうことをし続けないと元に戻っちゃうんですよ。だからしかも言われたことをアレンジしちゃいけないんですよ。基本アレンジする人多いでしょ 言ったって で継続しない人多いでしょ言ったってっていうことが、何人かにね指導していて感じるところもあったんで、それをちょっとお伝えしようかなと思って動画を撮ってみたりしました。自分のね成長の記録と防備録っていうこともあって、なのでまた冬とかにはクリスマス付近にはライブはしようかなとは思ってるんですけど、今度は曲数よりも曲のクオリティを上げる練習を半年多分やっていくかなっていうふうに思ってますので、またクオリティが上がった状態での曲を皆さんには楽しみにしててもらいたいかなと思いまして、今日はそんなよもやま話的なことをお伝えしてみました。ということで、それでは。